紀元前46年、カエサルは史上空前の規模の凱旋式を連続して4回挙行した。これはポンペイウスが挙行した凱旋式の数を上回り、彼の栄光をも凌駕することになった。ローマ市民には穀物とともに数ヶ月暮らせる金額に相当する100デナリウスが与えられた。彼らは毎日祝祭を楽しむために出かけたが、空き巣にとっても稼ぎ時だったかもしれない。カエサルは兵士たち一人一人にもこれまでの戦いに見合う莫大な俸給を与えた。兵士は5000、100人隊長は1万、士官は2万デナリウス。彼らはやっと報われたのだ。さらにこの時ばかりは厳しい軍紀を緩め、独裁官に対する無礼行が許された。何を言っても咎められることはない。しかしこれは失敗だったかもしれない。ローマの男たちよ、決して妻から離れるな。ここにハゲの女たらしがいるぞ。兵士たちは戦の勝利を称えると同時にカエサルとクレオパトラの関係をもからかった。極めつけは若いカエサルとビティニア国王との親密な関係を揶揄されたことであった。カエサルはガリア人を奴隷にしたが、ニコメデス王はカエサルを奴隷にした。月桂樹の冠をかぶった独裁官は珍しく苛立ち、ヤジに対して滑稽な弁明を行ったが、全く打ち消せなかった。なぜなら無礼行を許したのはカエサル自身だったのだから。紀元前46年10月12日、空前の凱旋式も終わりを迎えようとしていた。だが休むことを知らない独裁官は次なる改革に着手する。それは時間の改革だった。祝祭が終わり、白紙喝采を浴びたカエサルはローマ市民と同じように歩いて帰路に着いた。市民と違っていたのは、数十頭の象が松明を鼻で掲げて独裁官を先導していたことだった。カエサルは決して裕福ではない市民が住む街区スブッラで生まれ育ったが、数十年の時を経て今や最高神技官の皇帝であるレディアを自らの住まいとしていた。この神殿に囲まれた邸宅にはカエサルの3番目の妻カルプルニアも住んでいた。しかし戦争に明け暮れていた独裁官がカルプルニアと会う機会はほとんどなかった。これはカエサルとカルプルニアの間に子が生まれなかった理由の一つかもしれない。おそらくローマに滞在していたクレオパトラと正妻との関係も良好ではなかっただろう。一方ローマの中枢では1億セステルティウスを費やした大改造計画が進められていた。北東へ拡張されたフォロロマーノは独裁官の名を冠してカエサル広場と称された。この広場の最奥にはユリウス氏族の守護神メネスゲネトリクスの神殿が捧げられた。かつてカエサルは母なる女神にファルサルスの勝利と壮大な神殿の奉納を誓約していた。まさに有言実行であった。カエサルは自分を勝利に導いてくれた女神の像も奉納したが、驚くべきことに神殿に捧げられた女神像の隣にはクレオパトラの黄金像が置かれた。カエサルの政務の場でもあった聖なるウェヌス神殿に並び立つ2つの女神像。クレオパトラが独裁官を勝利に導いてくれたことは確かだったが、これは度が過ぎていた。ローマ人は神の聖域に置かれた異国の女王の像に困惑し違和感を感じていた。だがこれはクレオパトラをローマ国民の友として公に承認する表明でもあった。この時点でクレオパトラのローマ訪問の目的はほぼ達成されたと言っていいだろう。ローマは正式に若い女王のエジプト統治を承認し、属州化の懸念も完全に払拭された。この時クレオパトラだけではなく他の東方諸国の君主もローマに訪問していた。桁外れの金額を支払うことにはなったが、女王は明らかに抜きんでた存在となっていた。残りのローマ滞在期間は資金面に限らず、あらゆる方面で独裁官に協力しカエサルの愛情を継続してつなぎ止める。23歳の女王は大いなる自信に満ちていた。
共和制ローマは表面を繕ってはいたが、巨大化した自らの重みで潰れかけていた。だが国家を崩壊から救うためのグランドデザインを示せるものは誰一人としていなかった。全てを破壊して更地から新しく作ることができればよかったが、現実的には不可能だった。土台を壊すことなく目に見える腐敗した部分を作り直す、これを繰り返すしかなかった。カエサルが構想した18ヶ月に及ぶ一連の改革はまさに問題のしらみつぶしであった。多忙を極めた独裁官は人が活動できる限界まで働き、立ちはだかる難題に挑んでいた。その一つが歴法の改革だった。当時の定められた暦では1年は355日しかなく、プルタルコスによると時を告げる神官は予告なしでウルーズキを差し挟んだという。紀元前46年の時点では実際の暦から3ヶ月も先に進み、ひどい混乱を招いていた。この歴法を悪用する為政者は勝手な都合で法や民間の起源を変えるために利用した。人が暦を支配するのではなく、暦が人を支配しなければならない。カエサルは可能な限り人の手による暦の修正を排除するために改革を始めた。1年は12ヶ月、1ヶ月は30日、そこに5日を加えて1年を365日とする。答えはエジプトにあった。そこには英知が結集された太陽暦がすでに存在していた。カエサルが改暦を進めるために協力を求めたのはまたもやクレオパトラであった。大プリニュースによると、女王が抱える天文学者たちはすでに彗星の公転軌道を理解していた。さらにエジプトからもたらされた概念として12時を境に午前と午後が分けられた。このユリウス暦はグレゴリオ暦で若干修正されるまで以後1500年続くことになる。ただし弊害もあった。紀元前46年は翌年の1月1日に合わせて445日となったのだ。キケロは皮肉で答えた。暦が正確なのは当然だろう。命令に従わされているのだから。紀元前46年は史上最も長い年となったが、カエサルはもう一つ大きな改革を行った。それは軍を支え続けた古参兵の退役と彼らに農地を与えるための植民地建設であった。候補地にはかつてローマが破壊したカルタゴやコリントスが含まれていた。その他ガリア南方のナルボやアルル、ギリシアのデュメにも植民地建設が始まった。元老院の主導により世界規模で行われた植民計画は意図した格差をもたらした。それまでローマ市民権を持たない属州の住民は自治を認められていたが統治権を失った。支配層から転落した属州の住民に代わって統治権を握ったのはローマ市民であった。彼らはカエサルとつながりのある市民や退役兵、そして裕福な解放奴隷で構成されていた。社会は不平等なピラミッド構造であり、誰かが転落すれば誰かがそこに収まる。見るべき視点によって異なるが、ローマ市民や退役兵にとっては間違いなく有益だった。ローマ軍の視点で見れば、長年主力を担ってきた古参兵の退役は大きな損失だった。この時点でカエサルが動員できる軍団は最大でも8個軍団に減少していた。そう、物事は誰の視点で見るかによって大きく異なる。物語の舞台をヒスパニアに移す前にもう一度言っておこう。カエサルが動員できる戦力は最大でも8個軍団に減少していたのだ。帝政期の歴史家ディオによると、ヒスパニアの民は前総督カシウスの圧政によって大きな反乱を起こしていたが、後を継いだトレボニウスの統治下では沈黙を守っていた。取るに足らない小さな反乱は起きていたが、トレボニウスが意に介することはなかった。この属州総督は完全に油断していたのだ。しかし突如として事態は急変する。最初はアスパビアだった。続いてウクビス、ソリカリア、アテグア。同時多発的に起きた反乱はサルスム川に沿って州都コルドバへと近づいていた。明確な目的を持って一つの塊となった反乱軍は凄まじい速さで進軍していた。標的は明らかに州都だった。
ガリア戦争を戦い抜いたトレボニウスはすぐに気づいた。これは民の反乱ではない。トレボニウスの直感は当たっていた。反乱軍を率いていた指導者はローマ軍団の騎士スカプラト・アポニウスであった。さらに届けられた急報を開くトレボニウスの手が絶望で震えた。それは大西洋に連なる河川水運の要、内陸港ヒスパリス陥落の知らせであった。もはや属州全体が反乱軍の手に落ちたも同然であった。しかし一体誰がこれほどの作戦を考案し実行したというのか。気づいた時にはもう遅い。トレボニウスが思いつく限りそんな打つ手のない感覚に陥らせることができる人物は一人しかいなかった。独裁官ガイウス・ユリウス・カエサル、いやもう一人だけこの状況を作り出せる男がいた。トレボニウスと共にガリア戦争を戦い抜きカエサルの右腕と称された男、ティトゥス・ラビエヌス。彼ならばこの作戦を実行することができるかもしれない。総勢13個軍団6万5000名に上るヒスパニア反乱軍の一斉蜂起、これはカエサル最後の強敵が描いた狂気の作品であった。ディオによるとヒスパニア南部のほとんどの城市は抵抗することなく反乱軍に帰順した。そしてトレボニウスは州都コルドバを手中に収めた反乱軍によって追放されたという。小ポンペウスと共に落ち延びた者たちによって偉大なるポンペウスの軍旗が再び掲げられた。だがカエサルは対戦になると予測していなかった。独裁官は副官たちで対処可能であると見誤っていたのだ。内乱の一世紀はまだ終わっていなかった。ローマ内戦ヒスパニア戦線の始まりであった。